大手通販サイトやフリマサイトなど7社が製品安全性約に署名し、各社で販売される製品の安全性や消費者を守る自主的な取り組みを強化すると発表しました。署名したのはアマゾンジャパンやヤフー、楽天グループ、メルカリなど大手通販サイトやフリマサイトの7社です。リコール製品や 安全基準に違反した製品などの情報を定期的に確認するなど、消費者にとってリスクとなる製品の出品停止などに自主的に取り組みます。また、悪質な販売を行ったアカウントの停止などを実施するための必要な体制整備も行うとしています。